こんにちは、ナビゲーターの里です。今日も辻先生よろしくお願いします。お願いします。辻先生はテレアポ訪問販売に限界を感じたということなんですけども、何がきっかけで感じたんですか？訪問販売テレアポも限界を感じること、営業マンが限界を感じるときって大体決まってるんだよね。何かっていうと、その月打った契約したお客さんから全員キャンセルを食らうときその時が大体、あ、もう俺ダメだっつって心が折れる時が大体なんだけど、僕もあった、それ実は。ありました、どんなことがありましたか？当時もうそろそろ本当にやべえなやべえなと思ってた時があったのよ、でその中でもやっぱクロージングのスキルがかなり高いとこれは無理だろうっていうお客さんでも取れちゃう時があるのよね、でそんなんが続いて、あるお客さんの家行ってね、玄関先で家の中上げさせてくれなかったのよ、家の中入れなかったのよ、玄関先で商談になっちゃって、で旦那さんだけが聞いてくれてて、で、商談していくうちに、奥さんが掃除機をねわざわざかけながらドアをこうガン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 当ててくるわけよもう早く帰れっていう意味を含めて、でも奥さんは全然こっちに現れてこなくて、で旦那さんとずっと僕が喋ってて、で結果契約取れちゃったのよね、まさかとは思うけど、もう絶対無理だと思ってたら取れて、もうよっしゃーっていう、これが取れたらこんな人がにこんな人に契約取れるんだったら俺はもう営業極めたとか思ったのよ、もうすごい劣悪な環境だったから、だけど取れたから、あ、俺営業極めたなみたいな。でその月合計多分3件ぐらい契約が上がったんだけど、その人も含めて全員キャンセルが来て、ダメになっちゃったのよ、で、あ、もうダメだなと。で、極めたと思ったんだけど、もうそういうスタイルじゃなくなってきたなと思ったのね、で、もともとそのキャンセル、全部キャンセルになるまでにもうちょっとやべえなと思っていたことがあって、これは3つあって、1つ目が、うちはテレアポやってたから、電話帳から、電話をね1件ずつかけていって、でアポを取る、アポ取って行くっていうやり方してたんだけど、その電話帳に掲載する電話番号、リストが、もう昔と比べてね 50% を切ったっていう話になってたし、もうかけてて思うのよ、もうジジイババばっかなのよその電話帳に載せてる人っていうのが、でもその訪問販売やってる人たちいっぱい出たから、電話をかけるたびにまたお前らかとか言って言われたりとかしてね、いや、あなたにかけるの半年ぶりですけどみたいなだけどもうめちゃくちゃ怒られたりしてて、これは厳しいなっていう、もう電話ちょっとテレアポの電話帳のリストっていうのがもうどん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 ダメになっていく、で、50% を切るっていうのはもう一重に時代が変わってるからなんだよね、時代が変わってもう固定電話を持たない人たちがいっぱい増えてきた。だから、実際そうじゃない、家に電話かかってきたら、誰かけてきたのってなるでしょ、携帯で知り合いとか友達はみんな携帯電話に電話してくるんだよ。そうですね、だから家の電話かかってきたら、誰ってなるじゃない、誰が電話してくるの、で電話帳にわざわざもう電話番号載せないのよ、今の人は。で固定電話も NTT からその権利を買って、固定電話をやる人なんてもうめちゃくちゃ少ないのよ今。IP 電話とかがあるから、そんな確か5万とか7万とかしてたと思うんだけど、あんな権利買う人なんてほとんど今いないんだよ、で、ね、ネットやったらほぼタダだしみたいな、みんなそれで済ましちゃうんだよね。で、そういう意味でも含めて電話帳からの電話番号リストもなくなってきたし、固定電話に電話するっていうだけでもう誰だお前はって言ってマイナスから入るんだよね、そんな状態だったから、すっごい厳しくなった、今のは2つなんだけどね、1つはその電話帳のリストがなくなってきたっていうのとは、あとはその固定電話を持たない新世代の人たちが現れてきたっていう、
で仮に持ったとしてもそれは NTT の、 番号でもないし、携帯が主流な人たちにとって固定電話から電話がかかってくるっていうのはもう招かれざる訪問者っていうかね、はいはいはい、電話だからマイナスから入るんだよね、はい、でもう極めつけがインターネットだったねパソコンね、はい、2005年6年7年からなってくると、はい、ちょうどその頃ミクシーなんかも流行ってたし、はい、パソコンがねもうみるみる一家に一台っていう感じで増えてきてたのよ、はい、そしたらやっぱね契約取ってからやっぱあれから調べてみたら、ね、その辻さん安いって言ってたけど実はそんなに安くないよねって、はい、じゃあいっぺんちょっと頭冷やして考えたいからキャンセルしたいんだって言って、ね、なるわけよ、はい、もうやっぱインターネットっていうのがその各家庭にパソコンが1台増えてきたのがもうみるみる目に分かってきた、はい、それと同時にキャンセル率が同じように増えてきたから、もともと僕はそんなキャンセルが多くない人間だったのに、うん、そんなのが増えてきたから、あ、これはもうその売り方っていうかセールストークも全部含めて今の時代と合ってないなと。今はもうスマートフォンでもう誰でも簡単にインターネットの世界へダイブできるじゃない、はい、主婦でも子供でも、はい、小学生が YouTube で調べるぐらいだから、うん、もうそんなのは難しいよねっていう。で訪問販売って実は3つの肝があって、はい、で何かっていうともう完全に今の時代とマッチしてないんだけど、1つ目が下調べさせない、はいはい、で2つ目が他者と比較させない、はい、で3つ目が今が最高のお買い得だと錯覚させるっていうやり方なんだけど、はい、もうその全てがインターネットの登場で全部役に立たなくなったのよ。あ、全部ひっくり返されちゃうからもうこれはもう時代が合ってないと。で実際に、営業マンも含めてテレアポのアポインターさんも含めてもうほぼ丸一日かけて電話をしてるんだけど、はい、もうアポが全然入んないんだよやっぱり、はい、1週間で最低でも14件のアポは取ってねっていうところからスタートして、はい、で、まあ、うまくいけばね30本とか40本50本とかアポ入るんだよ、はい、まあ、まあクソアポも含めてなんだけど、はい、でも14本のアポは取ってくれと。僕はだいたい7本に1本の確率で、はい、アポが7本あったら1件上がり込めれると、はい、6件は玄関で断られるんだけど、はい、1件はその家の中入れるんだと、はい、で僕の制約率が 60% だったから、はい、2件欲しいんだと、はい、家の中に上がれるアポが2件欲しいと、はい、そしたら、まあ、14本のアポは必要になると、はい、だから14本のアポがあったら1件制約取ってくるから、はい、だから1週間で最低でも14件のアポは取ってねってやってたんだよ、はい、実際昔はそれで OK だったんだけど、はい、もうそれがもう1週間かけてよ、最低ノルマが14件って言ってるのにもかかわらず1本もアポが入らないっていう日が何回も続いたの、はい、だからもうああもうこれはもう時代に合ってないと。でこんなことをずっとこの先やっていってもこれはもう、ね、時代にミスマッチしてるわけだから、はい、そんなものに力込めてやっててももう絶対続かないと。だからもうこれは新しいことに変えなきゃいけないと。もう実際ね、20代の頃はいい修行みたいなもんだからそんな玄関で断られてインターホンもねカメラ付きになって、そうカメラもインターホンもカメラ付きになったから、はい、玄関で断られる率がめちゃくちゃ高いんだよスーツ着たらね兄ちゃんっていうかおっちゃんが来たらさ、はい、もう売り込みだって分かっちゃうからねえ、おばちゃんが2人立ってたら宗教だって思うわけじゃん、はい、玄関開けてくんないんだよそんなの玄関開けてくんなかったら商談にもならないから、はい、もうやっぱり厳しいよ。で今も訪販やってる人たちっていうのはもうそういう新しい家行ってないもんだって。あ、ど田舎のもう玄関から外ガラ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 って、はいはいはい、留守でも玄関開けっぱなしの平和なとこ、はい、平和な村に行ってるのよ。空気が美味しい。そうそういうとこに行っておじいちゃんおばあちゃんダマくらかして売ってんだけどだけどもうそんなのは次の10年後を考えたらもうそんな60代70代なんていうのはもう決済者じゃなくなってくるから、
じゃあ次40代50代とか今30代の人たちが決裁者になるわけじゃない、はい、そしたらその世代っていうのは普通にインターネットを使うのよ。で確かねもう日本のインターネットを使っている人たちっていうのは 83% だったかな、確か、はい、87かの8割近くの人がもうインターネットを使ってるのよ。だからインターネットを使ってない人っていうのはもうくたばりかけのジジイババアが生まれたての赤ちゃんかどっちかなんだよねだからそういう人はその決裁者にはならないから、決裁者になっちゃいけないからね、はい、訪問販売としてそういうのはもうダメだから、だからもう商売としてそういうのは成り立っていかなくなるから、だからもう新しいことやらなきゃな。だから下調べされることを前提に売らなきゃいけない、他社と比較されることを前提にして売っていかなきゃいけないんだよ。だからお客様はインターネットで下調べするとっていうことを前提にしてやらなきゃいけないから、そういうなんかダマクラ貸してとか、はい、特別価格なんですって言って通常価格よりもはるかに高い金額なのに特別なんですなんていう詐欺的なやり方っていうのはもう通用しないから、これはもう時代の流れだよなって。でそれでもうもうダメだ。で別にうちは あれだよダマクラ貸してたわけじゃないからね、はい、高額だったわけじゃない、はい、あくまで僕はうちは平均相場よりも、はい、まあ、やや安いぐらいで売ってたのよ、はい、でもお客さんからしたらインターネットで調べたら、ね、安いって聞いてたのにそんなに安くないって言われちゃうわけ。価格ドットコムとかありますからね。そうああいう激安業者と比較されちゃうとやっぱどうしてもうちは高くなっちゃうんだけど、でもお客さんからしたらねやっぱそういうのを比較しちゃうから、だからそういうのもひっくるめてインターネットで価格を比較されることも全部ひっくるめて対策を取らなきゃいけないわけよ。だからもうその訪問販売のやり方っていうのはもう難しいし、実際テレビとかでもやっぱ悪徳商法っていうのは訪問販売だから、はい、そうですね、電化にも貼ってありますよね。もう貼ってるじゃない、もう訪問販売お断り、そうもう役所とかがステッカーとか配ってるぐらいだから、はい、もうみんな知ってるんだよね、訪問販売っていうのは悪徳だって、はい、だから話をまともに聞いたらいかんっていうのも分かってるから、だからもうそういうやり方はもう時代とミスマッチだなっていうのは思ったね、うん、だからもうこれはもうダメだなと思った、もうやっちゃいかんしやり方だなと思った、まあ、子供に背中も見せられないしですね。そう見せられないじゃない、だって玄関でアホみたいに断られてさゴキブリ扱いされるわけだよ帰れとか言って言われて、もう敵意むき出しで何しに来たんだとか言って、で別にこっちは何も悪くない、アポ取って言ってるのによよくよく考えたらさ電話でお話聞いてくださいねって言って、向こうが渡ったって言って行ったら帰れ貴様とか言って玄関で肩ドーンってやられたりだとか、で玄関とか開けたら何開けてんだこらとか言ってもう言われちゃうわけよ。そんなのを例えば子供に後ろ姿見せれるかって言ったらもう見せれないよね惨めすぎてだからもうこれはもうね、若い時なら修行でいいかもしれないけど、40、50になってましてや60になってそんなことやりたいかって言われたら絶対ごめんだったし、これはもうちょうどいいタイミングでもあったかなと思った。もう時代がこう変わっていってんのに自分だけこんな風にやっていくのは合ってないから、だから変えなきゃなって思ったっていうのが一番のきっかけかな。ありがとうございました。